皆さんこんにちは、はるにゃんでーす。イエイ。いや、今日はですね、そう、夕方5時に仕事が終わって、まっすぐお家に帰ってきたんですけれども、疲れたな、今日も。疲れたけれども動画を撮るみたいな。はい。今日はですね、実は言うとずっとまた、これまたやりたかった企画だったんですけれども、私はですね、韓国コスメが結構好きで、よくお買い物してるんですけれども、なんとですね、最近自分家の近くに、韓国コスメのお店ができて、ちょっとこの間だいぶ大量買いをしちゃったので、その商品をですね、ご紹介したいと思います。あとですね、私がよく、韓国コスメを買ってるところが、Q10 というサイトですね。そこでよく、いろいろ、BB クリームとか、アイライナーとか、マスカラとかよく買ってるんで、そちらの方も、ご紹介していきたいなと思います。それでは、行ってみよう！まず一つ目はですね、これはもうほんと超おすすめなんですよ。これはね、ネイチャーパブリックの、アロエベラというものなんですけれども、もしかしたらね、多分これ、韓国コスメ、知ってる方だったら有名だから知ってるかもしれないんですけれども、まあこういうこうね、ちょっとプラスチックで、まあちょっと開けるときに気をつけないといけないんですよ。なんでかっていうと、すーごいたっぷり入ってるの。もうジェルが。そう、そろろろ。ちょっと待って。そろろろ。こんな感じでジェルがプルプルっと入ってるんですけれども、これはね、本当にオールマイティ。そうなんですよ。オールマイティ使える。そう。髪の毛とかに、例えば髪の毛乾かした後にスタイリング剤として使うとしっとりサラサラにもなるし、あとはボディクリームにも使ってもいいし、あとベースメイクとかに、ちょっとこの2対1ぐらいの割合で混ぜて、塗ったりするとすごくしっとりした肌で、ファンデーションの塗りが良くなったりですとか、あと私何使ってるんだろう。そう、あと結構ね、ささくれとかが結構ひどいので、ちょっと指先のね、ちょっと潤いに、はい、潤い不足な手に、ちょっと塗っておるんですけれども、はい。ということでですね、結構ね、これね、そう、めっちゃ使ってるんだけど、たっぷりだからね、しかもね、これね、9点で、確か2つで980円とかそれくらいだったんですよ。そう、こんなにたっぷり1つ入ってて、2つセットで980円ってこれないよ、本当にもう。いやー、もうまあ、これ、2つで980円みたいな。なんか、東華堂の社長だからね。これ、東華堂の社長。全然似てないけど、東華堂の社長っていうね。まあ、そういう感じなんですけれども、このネイチャーファブリックのアロエベラ、92% アロエが入ってるんですね。これはもうほんと超おすすめ。絶対ね、いろいろ使えるので、はい。ぜひぜひ、ゲットしてみた方がいいと思います。確かあと、男性の方でも、髭剃りのジェルとしても使っても、しっとりしたお肌に。やるみたいですよ。はい、ネイチャーパブリックのアロエベラ、ぜひお試しくださいましまし。次はですね、BB クリームをご紹介したいんですけれども、私のそうですね、韓国コスメの中でも好きなブランドがまず一つエチュードハウスなんですけれども、このエチュードハウスのこのなんていう BB クリームって、このプレシャスミネラル BB クリームブライトフィットって言いますね。はい。はい、そんな感じ。これよく最近私使ってるんですけれども、すごくね、伸びも良くって、で、結構カバー力もあったので気に入ってます。はい。確か海外の多分韓国コスメ好きな方もね、使ってる方よく見かけていたので、多分人気あるんじゃないかなと思います。これもね、確か9点で買うと多分1000円もしない感じで買えて、で、結構ね、たっぷり、ね。チューブでピュッピュッとだけ、ちょっと汚いんですけど、ピュッピュッと出してね、使えるんでね。これもおすすめックスですよ。ぜひぜひ。そしてお次はですね、アイライナーペンシルを買ったんですけれども、これはメイクオンの
メイクオンっていうスーパーロングラスティングウォータープルーフジェルペンシルライナーでございます。はい、これも確か9点で、ほんと3本で1000円く3本で1000円くらいだったので、好きな色を選んで買っちゃったんですけど、まあとりあえずまずこんな、ほら結構スルスルかける、かけやすい、ちょっとこうモカ色みたいな色を買ったりとか、あとはねやっぱ私紫がすごい好きなので紫を買って、こんな感じですね、はい、そんでもってちょっと涙袋メイクとかにいっかなと思って、ちょっとこうなんていうのかな、パールピンクみたいな色の感じのを買いました、はい、他にもですねたくさん青とか、あとなんかほんと涙袋にバッチリなパールホワイトとか、もう本当にピンクとか、もういろんな色があって3本でも足りないくらいっていうぐらい、そうもう選ぶのにすごく時間がかかりました。はい、でもやっぱり好きな色をね、やっぱ結局なんとか厳選して選んじゃったんですけれども、まあ、またでもこれリピ買いしちゃおうかななんて思ってて、集めたいなと思ってます。はい、今なら確か多分3本で多分1180円とかで多分9点でゲットできると思います。で結構9点で頼むといいところは、結構おまけ、化粧品のサンプルを結構たっぷり一緒に入れてくれてたりとか、なんか BB クリームだったりとか、肩つむりクリームとか、あとなんだろう、あとなんかアルガンオイルのなんかお試し品とか入ってるので、なんかそういうのがすごく楽しみだったりして、よく9点はいろんな韓国コスメを買ってます。はい、まあ、とりあえずはいね、はい、これメイクオンのペンシルライナーですね。まだこれ実際使ってないんですけれども、まあ、これからガシガンガン使ってメイク動画でも活用できればですね、ぜひ紹介していきたいと思いますんで、はい、気になった方は9点ね見てみてください。そして次はですね、そうです。はい、これは唇のスクラブです。はい。ね、唇の形してすごく可愛いですよね。で、ちょっとこれね、開け方がね、ちょっと気をつけないといけない。こう、回して開けるんですね。これトニーモリーですね。トニーモリーのリップスクラブで、うん、香りもすごい。なんか爽やかな香りがします。でね、わからないかな、ちょっとねこう粒が入っているので、唇をこうマッサージして角質ケアに週に1回とかやると、もういつでもキスして、いつでも私をキスしてっていう唇になれるからみたいななれるからみたいなわからないけれども、とりあえずプルンとした可愛い女の子の唇になれるということですよ。はい、これはね、私はその自分家の近くにできた韓国コスメ屋さんで買ったので、680円でしたんですけれども、多分9点にもあるんじゃないのかな。はい、あ、トニーモリーのキスキスリップスクラブって言いますね、名称は。はい、これね、一回私やってみたんですけれども、本当に、このスクラブがですね、余分な皮を取ってくれて、すごい、ツルツルするので、おすすめです。はい。